何ということもない普通の人生を歩むはずだった男は、通り魔に刺されて死亡し、異世界に転生してスライムになっていた。死んだ時にあれこれ考えたことがあった。転生する時にそのことが影響したらしい。背中を刺された時、痛く、刺された箇所が熱く、徐々に寒くなっていった。そんなことはもう経験したくないと思った結果、さまざまな体勢を手に入れた。ナイフで刺された傷から血が大量に流れてた時、人は血液が足りないと死ぬんだと焦った。そのせいか、血液が不要でぷよぷよで流線形のスライムボディになった。そして俺が童貞だったゆえの思い、生まれ変われたら食いまくると思ったことで、ユニークスキル捕食者を獲得した。捕食者は捕食することで対象を胃袋に収納、さらにそれらを解析し合成、複製、創造などできるスキルである。同時にユニークスキル大賢者も獲得した。なぜ手に入ったか、30歳でなれる魔法使いを超えたからとでも言っておこう。転生したばかりで何もわからなかった時、大賢者のスキルのおかげで大いに助かった。聞けば俺の疑問に何でも答えてくれる、本当に大賢者様様だ。重要なことなので2回言わせてもらうが、本当に助かった。俺が転生した場所は洞窟の中。ここで出会ったのがベルドラという竜だった。誰かが話しかけてきたぞ。おい、返事をするがよい。自分声も出せず目も見えない状態でして、あなたは？我が名は、いや、姿が見えんことには始まらんだ。よし、見えるように手助けしてやろう。ただし我の姿を見ても怯えるなよ。俺は何者かのアドバイスに従い魔力感知を獲得した。そして大賢者に同期させ魔力感知を使ってみた。おお、見える、見える。どうだろう。あ、はい、できました。ありがとうございました。では改めて自己紹介しよう。我が名は暴風竜ベルドラ。暴風竜。おい、約束は覚えているな。もちろんっすよ。ルビューテなどいません。巨大で強大な姿に最初はビビったが、なぜか気が合い友達になった。ベルドラは名を持たない俺にニムルと名付けてくれた。さらに俺がテンペストというベルドラと俺共通のファミリーネームを決めたことで、俺たちが同格だと魂に刻まれたらしい。改めて俺の名前はリムル・テンペスト、転生したスライムだ。ベルドラはその力を封印されていたようで、共に協力して解除することになった。俺が大賢者と捕食者で解析を行い、内部からはベルドラが破壊を試みるというわけだ。じゃあ今から捕食者でお前を食うけど。頼んだぞ友よ。さっさと無限牢獄から脱出してこいよベルドラ。任せておけ。そんなに待たせず相まみえようぞリムル。
あっけなかった。このヴェルドラを捕食し取り込んだことが世界を大きく変えたと、この時俺は知る由もなかった。ヴェルドラを捕食した俺は、孤独を紛らわすために洞窟内に生えていた雑草を食べまくっていた。その草は雑草などではなく、ヒポクテ草という傷薬の原料だった。魔素と融合させると回復薬になる。それを知った俺は、いざという時に備え胃袋の中で回復薬を作って蓄えることにしていた。そして俺はいろんな魔物を捕食していった。解析してスキルを獲得するためだ。スキルを獲得するほどできることがどんどん増えた。スキルすごい、万能である。こうして洞窟内の魔物から様々なスキルを得てから、俺は洞窟を出ることにしたのだった。洞窟を出てからどんなことがあったか振り返ってみよう。ゴブリンたちに助けを求められ、ガロー族のボスを倒し、下ったガロー族とゴブリンを俺が率いることになった。仲間になったんで、呼びやすいようにゴブリンやガロー族に名を付けたところ、進化した。進化、種族が変わり見た目も結構変わって驚いたが、魔物はネームドになると格が上がるらしい。この世界での名付けとは、名付ける側のエネルギーを与えて強く進化させることだ。相手が強いほどエネルギーの消費も多くなる。以下俺の主な配下を紹介する。まずは村長だったリグルド。今は俺の右腕的な総まとめ役だ。元はヨボヨボの老人だったが、名付けでホブゴブリンに進化し、マッチョな壮年に変化した。次にホブゴブリンたちのリーダーリグル。村の周辺の警備や食料調達を担当している。ちなみにリグルはリグルトの息子である。次はゴブタ。ゴブタはバカですぐ調子に乗るけど、やるときはやる男だ。いち早くテンペストオルグの召喚を習得し、いつの間にか影移動を使いこなしていたり、意外と天才肌なのかもしれない。最後に狼型の魔物ナンガ。ナンガは俺が倒したガロー族のボスの息子。名付けでテンペストオルグに進化した。普段は俺の影に潜んで護衛してくれている。昼寝の友でもある。他にも配下はいるが大勢なので、一旦ここでおしまいにしよう。2つの種族が同居し王女帯になったので、村を発展させようとしたが、俺にもホブゴブリンたちにもその技術がなかった。村を発展させるための技術者を求めていったドワルゴンで、ドワーフの職人たち、カイジン、ガルム、ドルド、ミルドの4人が仲間になった。ゴブリンの集落から広い新天地へと引っ越し、カイジンたち主導のもと本格的な村作りが始まった。そして爆炎の支配者と呼ばれるイフリートを宿す英雄シズさんことシズエイザワと出会った。俺と同じ日本から来た女性である。シズさんの命は炎の上位精霊であるイフリートと同化することで保たれていたが、炎が少しずつシズさんを蝕み、イフリートを抑え込めなくなっていたのだ。最終的に彼女の願いから俺はシズさんを捕食した。それはシズさんの思い、記憶も俺の中に取り込んだということである。捕食して対象の情報を得ると、その姿に擬態できるようになる。俺はシズさんの容姿、人の姿を手に入れた。図らずも俺は人間の姿を得て、生物としての感覚、味覚を取り戻すことができた。こうしてこの世界で出会った仲間たちを守る以外に、シズさんとの約束を叶えることも俺の目的になった。みんなが笑って暮らせる豊かな国を作ることが今の俺の目標だ。
リムル様のそのお姿にようやく皆も慣れてきたようですな。そういや姿が変わっても俺だってすぐ分かってたよな。当然ですとも。リムル様には気品が漂っておりますので間違うはずもございません。怪人とかドワーフ以外はみんなそうだったから名付けに関係しているのかもな。リムル様、これからお出かけですか？ああ、西の森に行ってくれ。この体に早く慣れておきたいしな。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。平和が一番。リムル様、能力の上昇率を開示します。解放されました。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。確認しました。コク、接敵を確認しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。
ごちそうさん。この調子でガンガン行くぞ。お、なんだこれ。資源の足しにするか。コック、強敵を発見しました。目標を達成しました。よし、目標達成。お、ゴブタとランガ。我が主、おはようございます。リムル様、なんだかご機嫌っすね。どうかしたんすか。人間の体の擬態、スライムじゃないこの体にだいぶ慣れてきたんだよな。なんで子供の体なんすか。大人にもなれるけど、この姿が楽なんだよ。そうだ、戦闘での連携を練習したいんだけど、二人とも手伝ってくれるか。は、了解っす。コック、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。
各。各。各。潜在能力が解放されました。能力の上昇率を開示します。自動編成を実行しました。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、新しいエリアが開放されました。コク、探索開始だ。接敵を確認しました。くそー、接敵を確認しました。覚悟、悪くない。覚悟、上々の成果だな。よし、完璧だな。かたじけない。いいもの発見っす。これト
と休憩するっす。それか、それ、それアイシクルスピア。目標達成。あ、リムル様、ゴブタ、ダンガ殿とお出かけでしたか。二人と連携の練習してたんだ。リグルは警備と食料調達帰りか。崖もう少しこの体を試しておきたいんだけど、リグルはこの後時間ある？今から西の森の様子を見に行こうと思ってましたが。じゃあ西の森の警備も兼ねて一緒に行くか。わかりました、お供いたします。リムル様のサポート頑張ります。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。コク、自動編成を実行しました。よし、出発だ。コク、探索開始だ。攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。
的を確認しました。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォール。ゴブリンの力を見たか。アイシクルスピア。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォール。ホブゴブリンの力を見たか。この調子でガンガン行くぞ。お、なんだこれ。資源の出しにするか。お、なんだこれ。資源の出しにするか。コク、接敵を確認しました。アイシクルスピア。この調子だ。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。ふむふむ、結構調子いいな。オイラの勝ちっすね。標的を発見しました。
コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、よし、だいぶ違和感なく動けるようになってきた。リグル、ありがとな。いえ、リムル様、いつでもお誘いください。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。建築を実行しますか？頼んだぞ。うんうん、さすがだな。コク、暑いと昼寝もできないな。何かお悩みですか、リムル？実は快適に昼寝をしたいんだが、こう暑いとな。なる。いや、お前がしんどいだろ。いいよいいよ。私のことをそれほど思ってくださるとは、なんと身に余る光栄。おい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 。一人でのんびり涼みたいだけなんだけどな。けど、うちわは明暗だな。直ちにお持ちします。いや、せっかくなら扇風機を作ろう。扇風…何ですか？扇風機だ。扇風機ってのはな、というものだ。なんと自動で風が。ああ、そいつを作る。となると羽になりそうな素材や風の効果を高める素材が欲しいな。リグルド、何か心当たりはないか？今の要望ですと、西の森で取れる異世界の鳥の羽はどうですか？おお、よく知ってるな。このリグルド、リムル様のためならどんなことでもお調べいたしますぞ。また暑くなった気がするな。よし、そいつを集めに行くか。西の森で取れる異世界の鳥の羽だったな。コク、コク、接敵を確認しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。
ごちそうさん。くっ、そりゃあ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 、上がってきた。くっ、そりゃあ、よっ、そりゃあ、悪い、また、そりゃあ、よっ、それそれ、それそれ、それそれ、リムル様、褒めてくれるっすかね。と休憩するっす。コック、接敵を確認しました。油断した。そりゃ、よよ、そりゃ、食事の時間だ。ユニークスキル、捕食者。ごちそうさん。アイシクルスピア。標的を発見しました。ちょっと休憩するっす。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。油断した。よし、十分そうな数だけんじゃ。この材料で。はい、これらの素材に刻印魔法を施せば生成可能です。おお、じゃあ早速扇風機を作ってみるか。おお、どこからどう見ても扇風機じゃないか。これを見たらリグルドのやつ驚くぞ。新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様、リグルド、とうとうできたぞ、扇風機が。おお、お前が教えてくれた材料の成果を見るとするか。では行くぞ、ポチッとな。素晴らしいですな。どこがだよ、こんなの家の中で使えないじゃん。威力が強すぎる。完全な失敗作だな。すまんリグルド、これはいらないから処分しておいてくれるか。俺は普通の扇風機を作ってくる。
かしこまりました。それにしてもこの扇風機、少し改良すれば武器に使えそうな。こうして何の役にも立たない扇風機、もとい暴風機だったが、後の改良により立派にビグルドの愛用武器になるのだった。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リグルド、扇風機は処分しなかったのか？あんな暴風が出るようじゃ使い道ないじゃん。何をおっしゃいます。このリグルド、リムル様がお作りになったものを処分などできません。この扇風機、リムル様のために有効活用してみせます。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。コク、Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.